リンクルプラネットのパート2パート。さあ始まりましたパート2パート。この番組では私たちリンクルプラネットが夢がぎっしり詰まったプラモデルたちの組み立てから完成までを紹介していき、たくさんの魅力をお届けしていきます。ちなみに番組のタイトルでもあるパート2パートは量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て期のエンディングテーマのタイトルにもなっています。それでは私たちリンクルプラネットの自己紹介をしていきます。はい、リンプラの眠り姫石川えりかです。イエーイ。愛されなリンプラのアンドゥこと安藤れなです。イエーイ。世界をつなぐミルキーウェイ天川れみです。イエーイ。今日もぷっくりさんな石田優香です。イエーイ。はい、関節好きの関西人新井芽衣です。私たちリンクルプラネットです。よろしくお願いします。お願いします。今回はこちらのメンバーでお送りしていきます。それでは第9回目のプラモデルを紹介する前に量産型リコ第9話を振り返りましょう。どうぞ。勝負したいから。赤い彗星と呼ばれたシャア・アズナブル少佐専用のザクだ。私の色まだまだ赤が足りない。いや、経験がないのに理解しすぎてる。じゃあどっちが勝ちか決めてください。今回で9話になりますが、はい、ここまで見てきて、うん、なんかリコがプラモデルを始めて、うんうん、人間としても、うん、なんか社長としてもすごく成長していて、うん、やっぱりなんか人生組み立て期って感じだなってタイトルにもある通り思いました。うんうんね、はるちゃんはさ、うん、今回難しいシーンあったんでしょ。泣いたんです、ね、しかもね、なんかちょっと裏話すると用意スタートではい泣いてくださいって感じだったの。マジか。そう、もう準備とかなんかスイッチっていうのやっぱ、うん、なんかいや難しかったよ。やっぱりさすがになんか役者さんたちってやっぱみんなこういうことしてるんだなって改めて思ってすごいなって思った今回。スタートではい流してくださいみたいな感じだったの。そっか、うわすごい裏話。頑張った。エロタン。ありがとう。エロタン。今回作るのはリコが第9話で組み立てたプラモデル HGUC144/1 シャア専用ザク2です。やー。機動戦士ガンダムに登場したシャア・アズナブル専用ザク2が HGUC にてキット化。従来の HG シリーズシャア専用ザク2からプロポーションと可動が飛躍的に向上。令和の最新 HG に合わせたスタイリッシュなアウトライン、前腕部にも加えられた回転軸、腰部には軟質素材パーツを同梱することで可動域を大きく確保しています。発売の翌年には成形色と造形を一部変更した量産型タイプも登場しました。それではいつものセリフをご一緒に、せーの、ご体操。中身を紹介してもいいですか。お願いします。ランナーの構成がこんな感じになっていまして、中でもこの G ランナーが軟質素材になっていて柔らかい、これ好きなっているんです。でしかもそう、そうなんです。実はもう一つプラ製素材のものもありまして、好きな方を選べる仕様になっています。で今回はシャア専用ザク2をみんなで組み立てようと思うんですけど、うん、はい、せっかくなので番組のタイトルでもある量産型から量産型ザク2を組み立てたいと思います。やったー。じゃあレナちゃんとエリカちゃんでシャア専用ザク2を、はい、ユウカちゃんとメイちゃんでザク2をお願いします。組み立ててお願いします。それでは組み立てスタート。一期生の皆さんは昨年の配信で40年前に発売された、うんうん、あのザクの旧キット2を組み立てたと思うんですけど、うんうん、なんか最新技術で生まれたなんかまた新しく変わったザク2を組み立ててみてなんかありますか。レナは
ごいなんか40年前と比べて接着剤とかもなくなったのがすごい大きなポイントだし、うん、色も再現されてて塗装なしで、うんうん、この色をできるっていうのはもう革命だよね。なんか40年分の重み感じない？いやわかる。40年だ。40年先輩だよ。先輩だよ。ちょっとすごいよね。40年でこう変わったっていうのもあるし、うんうん、すっごい簡単になったよね。技術の進化がすごいよね。確かに今でもさ、旧キットがさ、お店で買えるっていうのも、うん、確かにいいなって。だからその分さ、なんか40年前にお店で買ってた人がまたこのキットを手にしたら、うん、なんかいろいろ昔ね、自分が結構組み立てたものとか、うん、思い出とかがね、やっぱ込み上げてくるんじゃないんですか、うんうん、確かに良きでございます。懐かしくなるね。ゆいちゃんはさ、40年前のザク組み立てたことないと思うけど、最新のザク2を組み立ててみてどうですか？ハルさん、見てください。私、ついに人生初軟質素材を手に入れました。おー、青出とる。青出とる。手が高いです。また青が出とりますよ。青ちゃんが出ました、ね、青出ちゃった。確かにね、透明感キラキラしてるわ。本当に見てたか？こっちしか見てなかったし、合わなかったね。でも本当にさ、この軟質パーツ本当に良くて、うんうん、マジで可動域がさらに広がるの、うん、そう、これね、硬質の方で、あのプラスチックの方でもね、うんうん、十分動くんだけど、確かに、うんうん、もっと柔らかいんです。なんかこれ何、曲げるポージング、うん、膝立ちとかね、確かに、ね、そう、バズーカとかもついてるから、その時にね、グッと立たせたりできるから、さすが、はい、ね、雑貨好きにはね、たまらないね。皆さん、できましたか？できました。シャーリー、せーの、シャー専用ザク2、ザク2ダブルリムバース。それでは完成品2体を並べてみていきたいと思います。皆さんどうですか？なんか体調器っていうこの、うん、このアンテナとか、うんうん、赤い色味がすごいやっぱかっこいいなって。シャアだよね。ね、シャアザクって感じ。いやでもさ、やっぱ量産型ザクさ、うん、いっぱい作ったらちょっとやっぱ量産したくならなくて。ね、わかるね。そう、いっぱい作りたくなっちゃう。いやでもやっぱりこうしてみると赤いザクの方が目立って中野さんみたいにかっこいいけど、うん、こうやって緑の量産型ザクもリコちゃんみたいで、なんかいっぱいいたら強そうじゃないですか、うん、確かに、ね、リコちゃん量産する。リコちゃん量産する。リコちゃん量産する。やばい、リコちゃん、ね、ちなみにシャア専用ザクの方はスカートはプラスチックの素材でーす。おー、硬質？うんうん、硬質です。硬い方ですね。そう、どっちにしようかなって思ったんだけど、うん、硬い方にしよう。お、硬いですね。めいちゃんチームは？はい、私とめいさんはここ軟質で作ったんですよ、はい、だから見て、こんなに足上がる。キックもできちゃうんですよ、そう、めっちゃサッカーうまそう。サッカーうまそう。もうさ、チアガールだよこれ。あ、チアガール、そっちか。そっちか。ラインダンス始める。躍動感。おお、すごい。しかも体操選手だ。すごい、後ろもこんなだからめっちゃ足上がるし。ねえ。うん。こっち。なんか、エレガントザクだね。エレ出た。出た。出た。エレザク。あれ、ちょっとレナに近づけてるもしかして。出た。待って、もうザクじゃなくて。これからもいろんなプラモデルの魅力を紹介していきます。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、私たちとリンクした証、チャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、パート2パートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。おいおい。今回作ったのは HGUC144/1 シャア専用ザク2です。ガンプラ40周年を記念して発売当時の最新フォーマットに落とし込んだ記念碑的キット、スタイリッシュなフォルムに広域な可動を備え、ザク2の新たなる可能性を示す大役を果たしました。翌年に発売された HGUC144/1 ザク2は成型色を変更したザク2の機種バリエーションキット、双方のキットともガンプラファンに愛されるべきキットに数えられます。皆様もぜひお手に取って2機の違いを比べてみてはいかがでしょうか。プラ
モデルの可能性だ。どんな世界を描くんだ、行こう。け、可能性の獣ファイヤーだ。うちのドリクレは5連星です。社長、かましましょう。残るのの精神、小向井理子、行きます。